藤原ランドでーす。どうしたのパパ。もう夜中ですからね。どうしたのなんか声が。だって1時ですよ。うん、そう。はい。暑い私。深夜の1時に、風呂上がりで、撮影しております。なんか今日忙しかったね。今日はちょっとねバタバタしております。何本撮りですか今日。今日は YouTube でこれで3本目。はい。嫁らのチャンネル1本だから、ね、はい、3本目とその前に、とあるテレビ番組の自宅ロケがあったので、はい、4本撮りですね。ものすごい疲れました。私もうちょっと半分記憶が昨日のことか今日のことかみたいな感じになってます。で今回はですね、はい、藤原ランドの2022年の最後の動画です、うん、あら、はい、これ最後の動画。最後の動画がこんな小汚い格好でいいんですか。私はもう寝る格好なんですけれども。1個前に忘年会の動画が流れてると思うんですけど、はい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 、楽しゅうございました、はい、今回はですね、我々夫婦が2022年藤原ランドの中でこう頑張ってきまして、お気に入りの動画ベスト3をそれぞれ発表したいなと、はい、しながら今年1年をちょっと振り返りながら喋ろうじゃないかなって、そういう動画でございます。じゃあちょっと乾杯しましょうよ。全然思い出せないよ。いやリストあるから。リスト見ても思い出せない気がする、はい、じゃあミサがパパのついてあげるよ。もちろんノンアルコールでございます。これ我が家が、まあ、何度か紹介してますけど、藤原家が今一番気に入ってるノンアルコール。美味しいね。はい、キリン01、これが一番ノンアルの中で美味しい気がしております、うん、オールフリーとかも美味しくなったけどね、はい、出たての時よりは。では2022年ささやかですが、はいはい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いただきます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。あ、美味しい。ジョビちゃんも参加してるよ、うん、うー言うておりますけど、うん、チャンネル登録よろしくね。今年はほら、うん、後半、まあ視聴者さんもご存知ですけど、はい、解任を発表させていただいて、はい、ね、性別も発表していただいて、そんな来年に向けてっていうのがこうすごい明るくつながっていける、ちょっと寄りかかっていいですか。もちろん動画がなやると思ってなかったじゃない。例えばこう YouTube 始めた時に新しい子ができたっていう報告動画を出すなんて思ってなかったでしょ。本当ですね。人んちの見るだけだと思ってました。ちょっとすごいうなってますけど、ジョビちゃん、何より8月にカジサックコラボしていただいたのをきっかけに、はいはい、やっとこさ10万人登録。そうですね、パパ、はい、それが一番の思い出なんじゃないですか。いや、一番って言われるとあれだけど、やっぱり子供ができるっていうのはもっとでかいからね。ああ、そうです。やっぱでも感慨深いものはありましたね、はいはいはい、すごいこう視聴者の皆さんに応援していただいてるなっていうのを感じたし、はい、あの時いたコラボ前から以降来ていただいた人たちもものすごく感謝してるけど、あの時点でいてくれてた約8万人の方ね、応援してくれたもんね。もうむちゃくちゃ喜んでくれてあった。ありがたかったよ。本当にありがとうございます。ここからね、まだまだこう上目指してやっていきますんでね、応援よろしくお願いいたします。本当にお願いします。ずっとさ、はい、年間を通して、うん、作ってきたのは鳥羽シェフコラボで教えていただいたメニューめっちゃ作ってるけどね。ああそうか、はい、実際実生活において、はいはい、1月19日、はい、鳥羽シェフコラボ、はい、はい、もうやりましたね。チキンの見てますし、はい、すごく活躍してます、はい、これ今年っていうのあるでしょ意外と。てかもう全然覚えてない。これめっちゃ前やと思うと思うけど、うん、井上小構造コラボ、奈良の奈良バーバンチ来てもらったんだよね。そう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 、2月ですよ。あ、俺これもめっちゃ前は、バルミューダ。そうだね、毎日使ってるからそんな前な感じしないけど、そうトータルざっくり言うと207本ぐらい出します。へー、まあ、ちょっとコロナ期間中で2日ほど休みしてるから、はいはい、205本かな、計算間違ってなければ、ね、よくもそんなに出したね。ね、205本出させてもらってます、ね、年間。
あ、だってシュンピーさんとコラボした時リポポまだお腹大きくてさ、お腹大きいな、そうやったな、もうその子が生まれてるわけでしょ。まさかあの時のリポポちゃんみたいになるとは。てかあの時の今度あの時のリポポちゃんぐらい大きくない、すでに。うん、どんだけ出てんですか私お腹今度はこっちが妊婦になってるんだ。本当ですね。まあ私はおばさんなんでねリポポちゃんみたいに深くないんであれですけども、可愛くもなんともない。5月21日かな、全員陽性でしたっていう動画出しますよ。本当だね、あるね。コロナにもなりました。あ、パパがピカピカにしてくれたシンク、もうピカピカじゃないからまたやってくれる？あれ大変やったもう全然ピカピカじゃなくなっちゃったよ。腕パンパンやったマジでもうピカピカじゃないよあれ、すぐピカピカじゃなくなるよ。この1年で新メンバーでね、ラフコンの2人が、まあ重岡さんはほとんど忙しいので出れてませんけども、幽霊部員みたいな幽霊部員みたいな感じですけどね社長なんでね、森木さんが来てくれるようになって、はい、本当ありがたい。森木さんなんか撮影もしやすくなったし幅も広がったし、うん、また赤ちゃんね生まれて大変になっちゃったら、そうそう、森木さんにお世話になります。来てもらってよかったなって。登録してくれよ。さあそんな中発表していきましょうか。はい、嫁ランドが選ぶ、はい、じゃあ第3位はカジサックさんにお礼電話したやつそれいくかあれみんなすごい私のこと褒めてくれたから嬉しかった、はい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 、すごかったっつってさすが。大人になるとそんなに褒められることないんですけど、うん、すごいみんなが面白いって言ってくれたから、はいはい、なんか嬉しかった。8月の10日の動画ねあの10万人を超えたことで、うん、ありがとうございますっていう電話をやっぱり普通にかけても仕方ないということで、はい、カジサックコラボの内容を受けて、はい、枷をつけて電話するっていうね、はいはい、どんな枷でしたっけ。なんだったっけ、武士じゃない、なんだったっけ、武士はパパあれ違う、武士はなんだったっけ、覚えてないやあ、あれ武士はトンボさんがやってるんだ。トンボは侍口調ね。ロボットじゃ何だったっけロボットじゃないでしょ、うん、AI あれ違う、何だったっけ、歌舞伎でしょ。あ、歌舞伎だ、そうひどい、全然覚えてない、褒めてもらったのにさ歌舞伎だ、そうだそうだね、それがちょっと勸玄君に似てたみたいな声ちょっと勸玄君があのデビューした時みたいなね、子供が歌舞伎役者になった時みたいな、はいはい、もう勸玄君はあれですよ、新之助さんになりましたよ。勸玄君の話どうでもいいね今そうです、そうです、そうか、なるほどね、褒めてもらえて嬉しかったです。それ言っちゃうか、あ、違います、いや私も入って入れようかなと思ってました。あ、嘘、え、パパだって入れたっていいじゃん、別に私だけの動画じゃない。いやいや、もちろんもちろんそうなんだけどね。私の第3位、うん、日帰り手術。あー、はいはいはい、ほくろ取ったね、パパほくろ取りましたから、私も染み取ってもらったし。今どうなってる？お、綺麗になってる。うん、ちょっとだけ跡残ってる。うんうんうん、綺麗、綺麗になってる、うん、そう、意外とやっぱりね、うん、ドキドキはしてた。うんうんうん、うんうん、やっぱり中学の頃からあるほくろを45で取るっていうね、うん、痒かったりする？うん、痒いとか全然ない、うんうん、今触ってもあ、ないなって、やっぱりある期間がなかったから、あ、長かったから、あ、ないんだ今って思う。やっぱね、真夏とか薄手の T シャツ1枚とかだとここポッコリしてたもんね、それがないからいいよですね、やっぱり YouTube ってすごいなって、うん、そういう手術も決断させるんだなっていうね。確かに、ジョビちゃんジョビちゃんカバン入れちゃおうか、うん、はい、これでちょっと落ち着くと思います。はい、うん、さあそれでは嫁ランドが選ぶ第2位、はい、ちびランドちゃんが、うん、すごい可愛かったから選びました、うん、パパ検定。あー可愛かったな、可愛かった、ね、あれ可愛かった。どこの何月だっけな、どこあれ父の日あたりちゃうか、6月19日、うん、あ、あったあった、これ、はい、可愛かったね。あ、なんか成長も感じたしな、うんうん、あとみんなが字が上手だねって言ってくれたりとか、はい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 、チビランドの成長をこう一緒に、うん、なんていうんだ、見守ってくださってありがたいなと思って、うんうんうん、で、なんかすごいパパはいいことばっか書かれててよかったじゃん。
そうね。なんか知んないけど私の口癖だけなんかディスられて。まあでも子供はよく見てるなと思って。よく見てるね。私のでは第2位。はい。9月25日配信の妻からの手紙宛て動画でございます。それもちょっと迷った。面白かった。いやいや面白かったやんか。はい、みんな嫁ランドのふりして私に対して手紙を書いてくれて。視聴者さんもね、参加してくださって。だから嫁ランド本人と、編集鍋島君と、うん、あと玉作りさんと森木さんと、うん、あと藤原ランドのガチファンの方ね、一、はい、人。俺この方に実はお会いしたんですよ。ね、ライセンスのライブに来てくださって、ね、あなたがあのガチファンの方ですかって。今後も撮影協力しますって言っていただきましたので、また出てもらえると思います。いやあれ面白かったもん、企画としても。いや大変だったよ、でも手紙考えるの。まあね、あの AI の声も良かったしね。カズくんが。カズくんがで入ってこないって。そう。いやコラボもしてもらってるな、花分けコラボとかもね。花輪さんのご家族素敵だったな。そう、この間もなんか動画で名前出していただいてて、ハマグリ食べてはるときに、うん、ありがたいですよね。いやマジで205ぐらいある中から選ぶの大変なんやけど、すっごい食べてるね私たち。俺食べてばっかりいるよ。あれも好きやね、愛車紹介初めてやったやろ。なんかさ、うん、どっかに取り上げてもらったよね。そうネットニュースに意外となったりして、うん、さあじゃあ夢ランドを選ぶ第1位。なんだろうね、1位。2個あるんですけど。2個ある。いいよ。はい、ダブル1位でもいいですよ。はい、1位にさせていただきまして、ロゴスさんコラボとですね。ああ、なるほど。あと星野リゾートに行かせていただきましたのは、あの YouTube の撮影ということで、はい、すごく楽しかった。楽しかったね。はい、確かに楽しかった。そういうのは赤ちゃん生まれてもどんどんやっていきたいなって。でも正直ちょっとしばらく行かれへんかもかね、生まれたらすぐには、ね、あこまでの遠出は。そうね、すぐにはね。星野リゾート、星野リゾートなんて車で行けますから、うん、そして赤ちゃんファーストなんですから行けるじゃないですかね。行けるじゃないですか。行きましたね。ベビーベッドとか貸し出してくれるんですよ。確かに確かに。はい、離乳食もございますし、ちょっとね、でもロゴスさんみたいに飛行機乗ってって感じではないもんね。まあちょっと大変ですね。いやー行ったね。あのお風呂もちょっとシャワーしかなんかないしね。飛行機乗ってるチビランド忘れられへんわ。いや川がたまた乗せてあげたいなと思うよね、あれ見ると。YouTube やっててよかったと思いました。はいはい、確かに。星野リゾートは本当に最高でした。あの何もしなくてよくて。本当に。いや星野リゾートっていろんなとこにあるんですよね。うわ。トマムとか行きたいです。うわ。トマムってあるよね。あるあるある。全国雲海見れるんだよ。めちゃめちゃあるよ全国。いやそれは行きたい。俺だって行きたいよ。来てくださいって言ってくれはるとこ募集中ですよ。藤原ランドは。お願いします。どうしようかな1位、うん。こうやって見るとマジでえぐいな。食べてばっかりじゃない。食べてばっかりな。でもほんとぶどう狩りも楽しかったし、いちご狩りも楽しかったし、あのトモランド家族と川で釣りしたのも楽しかったし、普通にあのチビランド初めての釣りは家族だけで行った時もあったじゃないですか。私がすごい魚に謝りまくった時、あれも面白かったし。あれ去年ですよ。え？マジ？うん、2022じゃないの？2022じゃないよ。え？俺多分2021ですよ。川遊びでしょ？そうなの？魚釣り Vlog は2021年の11月7日。そうですか。そうですか。あら。1位でもまあ。韓国ドラマ展開予想企画全然盛り上がらなかったね。全然盛り上がらなかった。あれから見てないし、あれ。まあ多分あの昨日の動画にもあったと思うけど、はい、
私がベンチプレス上げてる動画も全然盛り上がらなかった。上げないでって言われたしね。もう二度と上げないでって。私の1位は、はい、生配信になります。え、開封動画かな。あー、縦の、うん、はい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 、縦の開封の生配信。なんか臭かったやつだ。そうそう、なんか臭い。なんか臭かったんだよね。あんま縦の匂い嗅ぐ YouTuber もらんと思うけど。みんな誰も臭いって思わなかったのかな。やっぱさ、うん、2020年から初めて、うん、いろんな人に協力してもらって、スタッフさんにも、それこそカジサックはじめ、いろいろ YouTube やられてる方にも、視聴者さんにもさ、うん、やっぱ助けていただいて、みんなと一緒にマジであそこで初見で見たじゃない。はい、うん、あの生配信かな、感慨深かった。はい、それが1位でございます。なるほど、うん。生配信どうなるかね、生まれたら。本当に毎週はもしかしたら私はいないかもしれないね。し、うん、ちょっとごめんなさい、ここで終わりますとかあるかもしれない、ね、直前でできませんとか、うんうん、一番これなったらどうしようって思ってるのあってさ、生配信しててちょっとお腹痛なってきたかもって、陣痛、うん、だって散々さ、前振り完璧なわけよ、うち。なんか視聴者さんが勝手に陣痛系 YouTuber とか言うてくれてあってさ、うん、はい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 、フジワランド見てたら陣痛来たみたいな人が何人か過去にいらっしゃったから、はいはいはい、うん、それで生配信やってる最中に陣痛来たら、うん、マジで陣痛系 YouTuber じゃない。本当だね。それはか、ああ革命だよ。それはだってゼロじゃないから可能性。本当だね。ちょっとマジかってなってさ、チビランド起こしてさ、考えてなかったわ。病院行かなあかんかもしれん。それあるよ全然。本当だね。うん、でもチビランド起こすのかわいそうだから、もしあれだったら救急車呼んでよ、一人で行くから。それってどうなん。いや、陣痛タクシーじゃん、救急車じゃないの。陣痛タクシー、でも陣痛タクシー、でもやっぱ心配やから俺も行くんちゃう、起こして。あ、そう、チビランドかわいそう。いや、かわいそうやけど、別に抱っこで寝かしといて。まあでもそのまあなんていうんだよ、テープ1週間前後って泣きばばに来といてもらってもいいよね。まあ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 、そうだね、うん、ちょっと見といてくださいって、うん、かわいそうだもんだって。うん、いや、そんなこと考えてたらそうなるかもしれんな、お前。すっごいなんか急に眠たくなってきた。入ってませんよ、お酒はね。入ってないね。なんかパパの話聞いてうなずいたら眠たくなって。誰の話が眠たいんじゃん、お前。芸人捕まえて言うコメントか、お前。ごめんごめん、なんか子守唄みたいに聞こえてきちゃって眠たくなって。あ、コロチキさんともコラボしてますよ。言ってませんでしたけど、今パッと入ってきました。二度とコラボしてもらえない。なんでしないでほしいっていうコメントがね。そうなの、うん、面白かった。面白い、我々はすごく面白かったんだけどね、ひどいみたいなね。ま、あの、あんま真に受けないで。そう、 YouTube だからエンターテインメントだから、ね、そう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 、うん、いや結構真実はお伝えしてるけども、うん、そう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 、ファンタジーの部分も当然あるからね。そうそう、さあヨメランドさんも眠くなってきましたので、それでは今夜はこの辺で締めたいと思いますが、2022年本当にたくさんフジワランドを見ていただいてありがとうございました。年明けはですね、フジワランドは本当に元日の1月1日の動画から始まりますので。え、1月1日何配信するの、はい、これまだ撮ってないです。これもう鍋島くんに頑張ってもらって。ああ、そうなんだ。はい、っていうことになっております。去年のデジャブみたいになりません？まあほぼデジャブですね。ねえ、はい、里帰り Vlog と。え、2日これことに、はい、なっております。2日じゃ3日。あ、3日、はい、はい、1年間本当にお世話になりました。うん、来年は無事、新
しい命が生まれてくることを願っておりますので、皆様も温かく見守っていただけたらなと思っております。ドタバタする2023にはなりそうですが、引き続きご贔屓に応援の方よろしくお願いいたしますということで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。皆様良いお年をお迎えください。おやすみなさいませ。ありがとうございました。もうほんとなんか10秒ぐらいで寝れる。チャンネル登録よろしくね。